開いてます？はい、これ網戸ですよね、これね。どうぞ、あちらに一瞬です。よろしく、よかった、よかった。今日は外に人がいたら待ってんかな。ご主人、1名様。1名様。はい、どうぞ。お願いします。はい、ここで。はい、すみません、はい、はい、ありがとうございます。一作様、お会計でした。いやー、ありがとうございます。山さん、はい、どうも。注文もいいですかね。はい、さん、もつ唐揚げ、もつ唐揚げともつそうめんを。はい、お願いします。はい、どうも。もつのさつま揚げよ、唐揚げじゃなくて。これこれ、あ、失礼しました。いや、唐揚げは違うよ。これなんて読むの？これもつま揚げ。あ、もつま揚げって、さつま揚げのさつがもつになってるの。ややこしい。こっちこっちこっち、こっちがいいよね。唐揚げじゃなくて、僕はもつのさつま揚げって言ってしまったから、唐揚げと勘違い。そう、唐揚げは唐揚げであるんですよ。いや、してる人この後食べたもん。ああ、そうなんです。あれ、あれ美味しいけど、新しいのを食べてみる。危ない。危ないね、でもね。健康変更できなかった。はい、ご新規2名様です。はい、いらっしゃいませ。これは、あの、お前一緒オーライエンジン、お前が噂は聞いてまして、熊谷大将に
まがい大賞にぜひこれと、もつまげか。そうです、もつまげ、ぜひ。ぜひしてくれ。お休みですけど、え、誰が休んで？あ、中川さんね。中川さん。で、もつまげ、え、これも中川さん。もつまげは中川さんって聞いてる。これ誰だ？それはですね、ハワイに。お、はい、優勝です。ハワイの。誰？チタさん。20冊様、あ、かわいいです。わかんないけど、あ、誰かに。大将さん、安倍さん、安倍先生誰だっけ、伝次郎先生。あ、そう、伝次郎先生。いや、もう伝次郎じゃなくなった、昨日唐揚げ、唐揚げじゃなくて、刈り上げしてた。唐揚げじゃなくて、刈り上げ、刈り上げ。ありがとうございます。マリは誰なの？すみません、初めてかもしれない。この時間でこっちに来ないと。パートタイム。でも日本人でしょ。そう、これからね。なんか台湾とかネパールとかいっぱいいる。ちょっと日本語下手そうに言うと外国人なので、そうなんだ。でもなんか お相撲さんっぽい髪の毛。いやいやいや、体型は。いただきます。楽しみにしてました、これ。もつそうめんね。もつそうめん、何のもつだっけ。いや、あのもつの名前、もつは千枚か。オッケーオッケー。そうそう、もずく酢みたいになってるね。千枚。後日語りますけど。
明日は約は朝明日明後日中川さんの予定は明日明後日のも水曜日もいるし木曜日休みでしょ。明日は車。明日車。じゃあ僕5時に行くから。また緊張ピリちょっと予想行きになる。モツはこれと一緒。なんだろう。わからん。わからん。また中川さんと語りますわ。語り合います。この辺座って語り合います。あのね、グルマンズで新しいデザートができて、昨日いただいたんですよ。昨日。違う、上に、キウイソルベ、真ん中に杏仁アイスで、下にハイビスカスゼリー、3色で、それを昨日はメニュー載ってなかったので今日からメニュー載ってたわ。でちょっとフライング気味にこういうのあるよ。むちゃくちゃ嬉しかったし美味しかった。見たいのも目もいいんですけど、緑白赤 でこんな入れ物入れて火がしたんですよ。気に入った。でちなみにこれ食べてから
それ食べに行く。あ、今行った。また行く。今日で行きました。いや、5時から行ってました。今日、明日は5時男なんで。ハワイは行きましたよ、10時から。もうあっちメインのディナーにして、はい、いっぱい食べた。ハワイアンカルビとか、はい、いろいろ食べたね、はい、醤油ホルモンとか結構ありますよね。ご飯変わりますか。変わった。前回と前回とは変わらない。前々回とは変わらない。ハワイの、 あのマンモスカルビとか、あとはあのハワイバーベキューかな、ワイキキバーベキューか、あれ行ったらコンプリートなんですよ。コンプリート、あのページがコンプリートで。でも結局あのカルビだから結局油が結構あってね、美味しいけど。どれ食べた？何食べた？でっかいの食べた？ダイヤモンドヘッドロース、あのこんな大きいやつ。あ、僕も食べた、一昨日食べた。それマンモスも食べた。それをだから一昨日ですよ。あれはロースだからいいとこも、油ないとこもあるけど、油のとこ油だけなんで。美味しいけど、油の量が結構ね。昨日のハワイアンカルビも結構油分が多くて、ぐるぐる巻きのやつ。そうそう、なんからしいんですけど、私あまり見てないんで。いや、あんまりあのギャルはやめてた。か弱いギャルはあんまりやめない。何をおっしゃいます。あれは野郎の食べるもんだわ。ワイキキバーベキューは食べたことない。ほとんど行ってないんですよ。ほとんど行ってない。その1回だけ2人で食べに行って。あ、できてるんですか。できてるみたいです。仕事帰りにお腹すいたって言って。あの方、僕名前知らないんですけど、あのあれ噂聞いたら横山やすしという。いや、行っていいんかなと思って。いや、僕はあのあれなんですよ、失礼ながらあのコロッケみたいな髪の毛バーッとなってコロッケ、あのモノマネの。いいね。あの違う、横山さんあの熊谷ボスに昨日言ってたよ。横山さん熊谷大将、命名が泉さんなの。じゃあ命名したの。いや、でも彼は兄貴で言われる。横山さん似てるって思ったの最初でしょ。そうです、あのメガネだから。横山アスシって知ってる人って最近 よく知ってますね。ギャルのくせによく知ってますね。結構古いこと知ったりして。安木を漫才とか見えたの。今でもたまに入るじゃないですか。たまにテレビとかで入るのもあるじゃん。まあ再放送でね。僕あれ安木を漫才の大学の時にやってたんですよ。あのメガネ作って、やすしの役で、キヨシを誰か呼んできて、台本作ってメガネ探すやつとか、もうメガネ探すやつですよ。結構あの、ネタがあるんですよ。すごいね。やすさんな、名前何て言うんだっけ。そうですね、下の名前が、上の名前が、あ、庄司さんは名字。覚えとかないとね。やっさんなんだよ。これ本当美味しいよ。これちょっと繰り返しパターンですね。でね、あのもつの唐揚げも前回一昨日食べて、あれも初めて食べて美味しかった。でそれさっき間違えられかけて知らんかったと。これもつの
もつのさつま揚げって言ってしまった。もつの唐揚げと思った。もつま揚げでしょ。長野難しいわ。名前をちょっと考えます。名前も中川。そうですね。一応大将と話しながら。伊藤大将と？あの、まあ、熊谷大将。熊谷大将。でも大将がモツ揚げ、美味しい、美味しい、これがヒットですね。わさびだけで全然美味しかったので、そうそう、基本的な味ついてるわさび。わさび大人だとそんなに結構わさび感ですよ。僕は結構わさび使う方なので、これぐらいのはお寿司でも結構使いますよ。本当ですか？追加で絶対もらうもんね、板さんに。で、あたら、あのね、いいわさびほどあの辛くないから、よく言いますよ、美味しい。これは美味しいよ。これレギュラーにはならないの、あの季節メニュー。どうぞ見て。中身がね、なんかすり身と、あのなんか人参も入ってた、赤い彩りで。人参ね、本当あの彩りで赤いのがほんの少しだけど、あとはあのトウモロコシですよね。トウキビっていうの。トウキビ。このすり身美味しいわ。あのすり身からやってんの、こうやってちゃんと。だって、まあ、完全に、はい、一尺様、油かしら一本ずつ味噌タレ、やっといただきます。また揚げたてやから美味しい。どこさつまいも大好き。さつまいもじゃさつま揚げ好きで、あのあれ、まあ九州とかね、あっちの方で、ね、四国とか、はいはい、ありますよね。じゃこ天とか、あれ美味しいんですよ。絶対美味しいんだろうなと。冷めても美味しいし、それ揚げたてだと最後、あっちだとうどんにも入れるんですよ、はいはい、うどんにあのさぬきうどんとか、はいはい、あのそれにさつま揚げをのっけるだけだけど美味しい。絶対合うと思います、これ好きだったら、ね、はい、どこ？小樽？うん、ちょっとチェックおすすめ。松田君も買います。札幌の松田君。私も好きなんですよね。テイクアウト？いや、あ、そう、持って帰るって感じです。テイクアウトとか普通にお店で売ってる感じ。入って食べるんじゃないの？入って食べる感じじゃないの？浜江。浜江。あ、むしろブランドや。あ、浜江？浜江？浜江。それ一番有名やと思う。知ってる人。あれ、かまぼこ、知ってる人、知ってる。あれは、油ね。文房具用の油ね。温度も良い、ちょっとお高めやね、高級でしょ。あと、札幌で言うと佐藤水産、ね、美味しいもんばっかりですよね。美味しいやっぱり、まあ、そうですわ、美味しいもん、ね、北海道だからね。そうですね、地方に行ったら、なかなかね、行かないんですけど、暇ないから。飛行機のために行ってない揚げの発想が出たなと思って、北海道中川さんが食べる習慣ないでしょ、北海道人なんて。売ってないじゃん。でも結構好きな人好きなんですよ、やっぱり。泉さんご自身は私はあまり食べたことない。はい、ありがとう。よろしくお願いします。これ大体西日本だからね。忘れないうちに書きましょう。
てる必要ないんですけど、はい、じゃそれをね初めてなんでお願いします。わかりました。量的にそんなにたくさんないじゃない。量的に言ったらお腹膨れる。パンが3枚ついてくる。あ、別にそれは大体それはこれと一緒ですよ。レバーパテは頼んだことあるんですよ。レバーパテよりちょっと量は多いです、ね。量多くなる。パンの量が多くなる。いや、あの、あのね、なんていうか、まずっていう。自体があのタンシチューなんですよ。タンシチューと。でちょっとタンシチュー。うん、お一人さん分ぐらいは普通にありますね。まあまあ、いっぺん行ってみますわ。行ってみます。これ注文します。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。フランス一丁いただきました。大将フランス、あの、ちょっと待ってください。ハブドです。ハブ、あ、やばー、今日はね、今これ頼んで、さっきは、あ、さっき頼んだ、これ乗ってない。もつまげと、もつそう、たまたま。私
ちょっと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 出る瞬間出る瞬間だって。出る瞬間ちょっと。はい。忙しそう、すみません。はい、なんか来ました。よろしくお願いします。はい、ちょっとこの辺で。あ、ごめんなさい。もう私、牛タンのフランス2個。はい。フルキングから2個追加もできるんで、見てください。1個のいっぱい入ってる、2個ね。そうです、気前っていうか、太っ腹っていうか、さすがでございます。想像以上にボリュームは。東森さん。何？東森さん。そうそう、聞いてる。これをぜひ食べてって言われてて、今になったんですけど、食べます。いただきます。すごい回してきて。
にお前ったたこ焼きに変わりましたみたいな。めっちゃ美味しいですこれ。これギャラ向けじゃないの？食べなかったこんな。あんまりってどういうこと？一回ぐらいあるんですか？いや見た感じおしゃれじゃないから。茶色は嫌とか。ギャルだ。美味しいよ。レバーパテは食べたことあるんですか？レバーパテ大好き。大好き。前僕頼んで、あれはあれで美味しい。これ本当に。何がお嫌いなの？別に嫌いって決めつけてないけど。あのごめん食べてないんだけど、これ本当僕的にはおすすめだな。入ってから私あんまりそんなに来てないんですよ。前入ってからが。あ本当。あそっか。今度ぜひあの僕お客さんからのおすすめというお客さんからスタッフにおすすめというの面白いな。でもこれ今これ見せると店でも可愛い。ああなんかそっち方面にフランス系だもん。おしゃれ。ビストロ朝立ちとか、なんかそんな雰囲気。おしゃれ系ですよね。これヒットですよ。これちょっとしたこれフランス料理屋さんで大きな皿にちょこっと入れて、ね、できますよ。今から言っておきます。早速言います。何でもできる。デザートもそうだし、あのまかないとか、ま、そうだね、まかないと家庭料理インスタに載せてんですよ。見てる？見てる。私僕見て。いやな。いや見てくれてる？カモン、カモン。なんか拒否して、僕何も悪いことしないって。なんか僕嫌われるのね。嫌ってないよ。何見せればいいんかな。ここにね、あのこういう伊藤ウルマンズ伊藤とこことか、もう最近その枝ばっかりなの。ぜひよろしければ。韓国の俳優さんばっかり。え、何？韓国の俳優さんばっかり。韓国の俳優さん？俳優さんばっかりなんですよ。インスタフォローしてる。なんか推しっていうやつでしょ？そうです。別にいいじゃないですか、そんなギャルばっかりで、あんまりあのみんなお店の人ともよくわかんなくて。え、嫌だったらいいけど。どうやって探すんですか？でもあのあれなの？これで探してみる。東森さんは見てるの？あ、そう、一回話をしたときに、そうですね。でも、ほとんど見て、ずっとインスタやってるわけじゃないもん、ないってことね。ちょっと待って、僕どうやる？私自身はやってないんですよ、何も、うん、あ、見るだけなんだ。本当に見るだけですよ。いやいや、別にそう更新とかせんでもめんどくさいからせんでいいけど、僕の見てねっていうだけの話で。どこ何を写せばいいの？名前は？それで今検索すれば出てきました。そういうところをしてくれてたら、フォローすればいいですね。違う、もうあここだった。まあそういう普段使ってないけど、そしたらパート流れて新しくあの流れ見るだけでいいんですよ。僕見てくれたらそれでいいんで嬉しいんで、別になんか感想かけとか言わないんで、絶対言わない。そんな面倒くさい。僕もそんな嫌いな。え、これだけあの気まぐれにあのマレーシアのね、いいでしょ。マレーシアですか？クアラルンプール僕大好き。24時間営業の、しかもこれ200円ぐらいだったら250円ぐらい、で紅茶飲んで250、60円の物価安いの。天国、まあ好きでしょ。
これ濃いミルクティーなの。濃いミルクティー。これちょっと甘いんですね、やっぱね、向こうのやつ。ちょっとだから、かなり。かなり甘いです。で、ミル、だからそれ覚悟しないと。でもそれが美味しいんですよ、あっちで。暑いとこで、汗流してるから。いや、なんかタイに行った時も、全体的に甘かった。甘い、甘い。南国は結構甘い。甘いと思ったの苦手なんですよ。だからいつもビール飲んでますけど。苦いから。それちょっと意味が違うようだけど。甘くするのはなんか暑さに耐えるとかなんか習慣的にあるみたいね。だから僕ら日本人はやっぱ合わない、うん、大体は。でもやっぱりあの台湾の人に聞くとやっぱ甘いのが、ね、こんなんでも砂糖入れてもらって。そうです、ね、だけど最近は日本人がやってるように何も入れない無糖っていうのがあるけど、あれですね、結構健康に気を使ってる方が増えてるから、うん、で普段暑いから南国はなんかそっちの方が栄養的には求めるかもしれない。甘さを求めると。でも長い間いるとそれがうまいんですよ。でこういうの物足りないんですよ。まあそうですよね、パンチのような感じ、うん、いやそういうパンチの砂糖パンチが効いてるっていう砂糖パンチが効いてるっていう、分かるの。最初はもう拒否したんだけど分かるようになちょっと大人になる。ちょっと大人になる。この間のプーケットの話。コンビニとか行って。コンビニ行って、なんか日本語でお茶って書いてあったんで、あ、甘いけどな。砂糖入ってない。甘くないかなと思って買ったらやっぱり甘かった。やっぱ甘かった。微妙に甘いんですよ。いやあれ気持ち悪いんですよ。中途半端。なんであんなことすんのっていう感じだけど。でもなんかね、やっぱ向こうでは全然甘い。うん。逆に甘くなかったら今日豆乳には絶対砂糖入るとか、そんなもん。豆乳、無糖の豆乳売ってるじゃないですか。僕は無糖の豆乳好きだって言ったら信じられんとか、ケチョンケチョンにけなされるお前人間かとかあーネパール、そういうとこやっぱ分かんないと思うわ。ネパールもインドだからチャイって濃いスパイス入った、そうですよね、シナモンみたいな。そうそう、シナモン、クローブ、あれはあれでいいけどね。カレーとか食べてたら合うんですよ。で、そういうのをお試しになったこと終わりなんですか。シナモンが苦手で。なんで？あれ、妊婦さんはシナモンちょっとやめた方がいいって、妊娠中は。いや、何言うで。永久的に。でも何風味が嫌いな。だパン、菓子パンなんかにもシナモン乗ってますよね、うん、昔からな。ギャル好きな人おるけどね。フルバイト入ってるじゃん。入ってる。フルバイトシナモンもダメなんですよ。本当あんま好きじゃなくて、最近は普通になって食べれるようになりましたけど、前っていうのは子供の時ってこと。いやあれ、どっちかってあれ大人向けだから子供あんのね。だって学生でもダメだ。成人してもダメだ。旭川時代もダメだった。ダメです全然ダメです。あ、そう。あの香りがついてると結構あれがねいいよっていう人多い。今は大丈夫だ。今もちょっとあんまり無理食べないでね。じゃあチャイはちょっと無理。そうですね、チャイとかだから特に紅茶にミルクが入ってます。ミルクティーというか。牛乳嫌いな。牛乳が好きなんですよ。おこっぺのおこっぺのシメパフェ。なんかシメパフェを食べたい。札幌のグルグルマン。今ペンギン堂に行こうかと出たり。ああそうですね。この時はなんか他に地元の人が。あ、僕も聞きたいわ。シメパフェは私食べないからな、あんまり。そうなんですよ。あれ食べないから食べない。でも、ちょっと美味しいかって言われたら、ちょっと私行ったことがないんで、なんともわかんないんですけど、はい、ここまっすぐ行かれると、まっすぐこっちの。続けるものなんですか。そうです、そうです。ちょっと
とその通りにしていただいて、すすきの戻っていただいて、ずっと行くと、ローソン越えて、まだ越えて、そしたら、ハガクレとラーメン屋さんなんですよね。え、雪風じゃなくて、じゃなくて、ハガクレ。雪風の手前ですか。です、もうちょっと越えます。歌りとかある、歌りとか。だるまはあるのが分かりますけど、右手に。いや、俺、人生機会なんで。じゃあ、まっすぐずっとでも行っていただくと、そうです。あそこだと、ハワイのことになる。南六条にしよう、はいはい、ちょうどここの辺りにラーメン屋さんがあるんですけど、ハガクレって、はい、その横にパフェって書いてあったので、そこが来たらパフェって締め、夜の締めパフェって書いてありますね。その時間もやってます。お店が開いてるのがあるので、じゃあ南六条の西四条まで行って行っていただいて、あれ、なに、ごめんなさい、私もちょっとね、やってると思うんですけど、うん、あるんですよね、お酒屋さんありますよね、あの辺、角っこに。あ、そうです、うーんと角っこに。南六の西四だと、もうちょっと、もうちょっと真っ直ぐ行っていただきますね、そのまま。え、それともダメです。昔のキングヌエの、あ、キングヌエでまだ手前、手前です、ね、手前、はい、そうです、キングヌエでは1本か2本ぐらい手前、手前、手前、新宿通りとかあの辺、あそこに、昔ある八百屋さん、ほんま商店っていうのがあるんですよね。古いですよ、古い、でも、ほとんど名前が分かんないんですけど南六の4の、そうです、その、真鍋さんの通りなんですよ。そうです、ずっと行けと、6まで行って、そうです、そしたらで、パフェってあるから、そこ行けみたいな、ハガクレっていうラーメン屋さんの横に、ハガクレっていうラーメン屋の横に、そこ行こうとあると思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとやってなかったので、すごい、ちょっと、あ、問題ないです、すいません。で、あの函館の人なんですよ。スタッフさんで。で、もうなんか、もう、ごめんなさい、ちょっと締めパフェはあまり行かない。札幌来たんですよ。南です。こっちで三好の、そこを締めパフェ。締めパフェの焼き芋の下に住まれてて、実は頭に付いてくれないけど。締めパフェってそこの人あんまり知らないらしいよ。違う、マナコさんも、マナコさんもいるだよ。私たちは基本的に最初できた当初は行きましたけど、でも強くやったものが多くて、なんかマスコミが言ってるけど、そんな言うほど言ってない。で、観光客はみんな行ってる感じにしてるから、遊びに行ってたら行きたい。一瞬流行った、一瞬締めパフェって。それ何年ぐらい前？いや、今も行かれるんですよ。いや、あることはあるけど、あれは地元の人相手しないっていうの、観光客相手じゃん。そうです、私はあまりもう行かれる。だから札幌の人に聞くの、聞けば聞くほど同じ答えなんですよ。そうですよ、他の人も言ってるんですよ。行きます。私より詳しいんで。
你的料理是很好，非常好，非常好。很辛苦，很热，很热，哦，暑热，嗯，厨房很热。你就在啊，高雄嘛，高雄，啊，对，我知道，高雄，高雄，高雄，我去啊，夜市，夜市，嗯，对，啊，嗯，夜市，我都，不是，嗯，有名的，有名的，瑞丰，瑞丰六合。カラスミのカラスミ普段カラスミ好吃便宜便宜啊カラスミ很好吃啊200块钱200块钱哦便宜朋友都在做カラスミ对啊好吃不得了哦本当哦我住的実家本当眩しく海边海の近く很好很好可以吗对哦里面没很酷酷啊台湾是 very good 很好ありがとうございますよろしくお願いします你吃カラスミ很多哦カラスミ日本人喜欢的哦现在和一个朋友你在你的母亲附近啊持ってくる本当本当我回台湾的时候北海道带过来 OK 四片吧4枚ぐらい4枚薬味あるよカラスミやりたいですね很多カラスミ今あの話はカラスミ作る実家がカラスミ作ってて海の近くで台北の北の方 で送ってくるっていうでもうずっとカラスミはもう食べ放題なんです友達周り家族だってカオシュンって南の方だからで屋台街があって屋台で売ってるのがもう串焼きして売ってるんですよいや屋台関係ないけど産地いっぱい作ってるのねそういう屋台はめちゃあるんだあのボラの卵ですよねボラそうカラスミ美味しいですよ大好きなんですよカラスミやった美味しいですよね絶対食べてなかったいやいや去年帰る時持ってきたあ12月冬か冬ですね今は何月今9月でしょあもうちょっとだ帰るの日は多分12月くらいかあ我想カラスミ一点可以今度いっぱい持てウォーライあー
CRUSCRUSCE を我来这里我あと聞きます。はい。ウェン、請問一下、請問一下、はい、有沒有カラスミ？ハマ？ハマ？カラスミ予約。カラスミ予約。できます。12月。高いでしょ、でも東京なら。すごい高い。その時はおごってもらったんです。人のお金で。人のお金で大体。いや、それワーカーけど美味しいよ。串焼きでしょ。そう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 。つたー、つたー。串焼きとあのなんだっけ。台湾の焼酎で、58トンくらいの焼酎でつけて、あれカラスミとなんか、なんか野菜なかった野菜。あの大根。あ、そうだ、大根だ、大根だ。うん。あれカオシュンイエスだ。カオシュンイエス。あ、なんとかなんる。南京トンル、南京トンル。イエス。うん。あ、いろんな。うん、いろいろありますでしょ。そうそうそう。で、ユメンダーカラスミの店があって、はい、あ、リャンパイクアジェン、オッケーオッケー、美味しい美味しい。うん、まあ日本カラスミね、私夜市食べないです。まあ友達もいるから。あ、あそっか、そう、外で食べないね。僕は観光客だからしょうがないけどね。そうだよ、家で食べてんもんだ。家で食べる。それが一番いいね。それは一番いいですね。焼酎とね、焼酎つけて、自分で串焼きして。やっぱり串焼きだからここです。串焼き、ここ串焼きカラスミ。多分めっちゃ高いと思う。めっちゃ高い、めっちゃ高い。もし牛乳はできる、できる、でも人気出ると思うけどね。みんな好きだからね。カラスミか、思い出すともう何年も食べてないよ。僕食べてないよ。ほんと美味しい。空港でなんか売ってる、空港、台湾でしょ。台湾の空港も売ってる、真空パックの。あ、真空パックです。はちょっと、え、良くない、品質良くないです。良くないか。あ、そう、ワインの色くらいは一番いい。なるほど、ワインちょっと明るいんで。明るいよね。ここで見てるのは大体ね、ちょっと暗いです。暗い、茶色みたいなね。OKOK。 さすがよく知ってるね。本物を見てるから。明るい色はワインの色で美味しい。 OK。明白明白明白。鮮味噌とサンドリップをいただきましょう。泉さん消えた。勘定しといてくださいね。はい、ありがとうございます。感謝様の会計いただきましょう。ありがとうございます。ここ今も現金でしょ。現金だから用意しないといけない。行きますよ。1時ぐらい来るんだったらいますよ、多分。いますね。1時こう掃除してあれでしょ。1時ぐらいでしょ。昨日あのユミさん夫婦がハワイ行ったんだって。1時、昨日グルマンズ12時でしょ、終わりが。で1時出て夫婦でハワイ行って、ちょっとずらしたら会ってたんだけど、僕10時から行ってたから。ユミちゃんか。昨日、情報早いでしょ。素晴らしいですね。さっき話してて、
向こうで向こうで会ってたら楽しかったよねって。本当ですね。そうやね。泉さんも誘えばいいな。でもさすがに夫婦の時はさすがに私一緒にはいかないな。 お邪魔になろう。夫婦やかね。嫌か嫌か。一人も寂しいな。そんなことない。僕はあの伊藤大将と夫婦だと思うんで。伊藤言われたことあります。ご夫婦ですか。いや僕はまず聞いたもんね。でおかみさんですかって。おかみさん、そうおかみさんもたまにおりますね。おかみさんと、いやおかみさんはそこにいますって思います。2260円。はい、ちょっとこのお釣りで細かいのないからね。全然大丈夫です。はい、あ500円はあるから500円出す。よく言われます。今はちかちゃんももしかしたら、うん、なんかそんな雰囲気してるのは。あとはあのあれよ、みゆきさんよ。あ、そうですね。みゆきさんなんか着物着てる顔まで似てる。なんか メガネ最近ないんですよ、コンタクトして。髪型も似てるし、そう僕もよく見ないと間違うよ。新作方が似てるんで。似てる似てる。昔おかみさんと間違えられたみたいで。いや昔も今もなんか昔もっとあれ見て見えた。今あの着物着ないから特に。あそうか、決まったんで。あ格好着みたいなのね。あそうか。着物着るやっぱり。そうか、着物着たらもっと似るわ。そうです、似るんですよね。ああ。私とユミちゃんが似てる。ユミさんとあのえユミさん？どっちが親？ユミちゃんと親子ですか。それちょっと失礼じゃん。でも本当にユミさんってぽっちゃりしてたの。ちょっと今何してたんですかね。なんでだろう。まあいやでも泉さんが、え身内よ。親子は広いね。親子今日姉妹ぐらいにしといてね。親子そら泉さん怒らなか。いや、それこそあの怒るでしかしって知ってる？知ってます、知ってます。怒るでしかし。ほんと？いや、僕そうしたらしますよ。あの僕ネタいっぱい持ってんもん。240円ね。はい、はい、どうぞ。あ、それ写真撮らせて何食べたもん。あ、はい、忘れてた。記録つけてんの。チラ見せさせとこう。チラ見せ。はい、ありがとうございます。いやこれ美味しいわ。何度も言うようにちょっとねフランス料理よりの赤ワイン多分使ってるから。そうそうそう、まあ、この辺は分かります。この辺しか分かります。これにシナモンは入ってないわ今日。で何乳製品がの話の続きは牛乳はいいけど何なの。牛乳は好きなの。お腹壊すの。あ、いやそういう人多い多い。いや無理にしない、食べない方がいいわ。最近飲んでも大丈夫。あ、本当。大人になってから大丈夫なのか。大人になってからここ何週間か飲んでますね。ヨーグルトは？ヨーグルトは？ヨーグルトとかも食べますけど、好きなんですけど。お腹がぐるぐるになるから嫌なの。もともと紅茶とかにミルクを入れるのが好きじゃないんですよ。だから、あの、わかるわかるわかる。ティーラテとか、あれ飲めない。だからブラックっていうかそのままの。そうですね、お茶はそのまま。そのまま。ああ、通やわ。コーヒーはこう入れますよ。サッと入れるの。ミルクも入れるの。コーヒーはブラック飲めない。あ、逆に飲めない、はい、コーヒーだっていろいろ種類あるから僕はコーヒー飲まないけど、種類によっては大丈夫なんか。コーヒーは昔からそんなに得意じゃないんで。なんかいろいろ思考が分かってきて楽しいわ。弱み握って。私はすぐ分かりやすい。すごい分かりやすいけど。そうなんだ。
なんか嫌なもの出たら嫌な顔する。顔になる。だから分かりやすいってことでいいんじゃん。すごい分かりやすいって意味ちゃったし。例えば誰なの？食べ物だね。食べ物も嫌な。タイに行って虫出てきた時とか。ああ虫はダメです。でも虫ダメでしたね。いやあれはちょっと普通は大体は慣れてないから。パクチーとレモングラスがきっとダメです。苦手だった。苦手ですね。あ、かわいそうに。香りはもう入ってたらすぐ分かりますか、ね、大体入ってるもんだってね。でも実際にその魚介類とかが美味しかったんで、食べるもんなかったわけではなかった。全然美味しかったですよ。全然食べれるんやったら。また行きたいと思います。もうやだ。いや行きたいと思いますね。本当。あ、でも積極的に嫌いにはなってないよかった。嫌いなのは美味しかったです。なんかその山の水とかパクチーやっぱ苦手かなと思うんですけど、でも入ってても、まあ、慣れてくる可能性あるから。魚介類が美味しいんで。美味しいね。イキカもエビもね、貝も。私やっぱりあの暑さが良かったですね。私は暑さが好きだから。あのどっちかというと夏とか。オカッペ人なのに。オカッペ人雪が好きじゃないんで。あ、ほんと。パーッとこう、あの、さんさんと南国のハワイみたいな感じがいいんだ。南国、憧れて。小さい頃が寒いのかな、いや、ここの寒さちょっと厳しいからね。あ、もう旭川もそう。旭川なんてすごいもんね。水道管破裂して。そうですね、旭川の時は小学校の頃に冬の雪中運動会みたいなのがあるんですよ。もうそれが嫌で。